ンジチャンネル。バー、メンテンチャマ総大将のチャマです。今日はコナミにブチ切れておりますということで、バーチャルラーメン屋大将チャマがもうコナミにブチ切れということで、お話しさせていただきます。皆さん昨日ねガチャ来たでしょ。で僕はねもう命を削って課金したわけですよね。こっち沼です。12回、100だからさ、138回、あ、148回か、あれあれ138回か、引いてます、もう分かんなくなってます。こんなに沼ったこと久しぶりだから計算もできなくなってる。でね、まあ普通に考えてさ、エピックなんていつもあるやつね、でショータイム、いろいろ考えるわけですよ。現役選手ですよね、キッズが多い e フットボール盛り上げようと思ったら、この現役選手を強くするってことを考えるはずじゃん。だから俺はねショータイム迷わず引きました。そしたらね、当たりはこっちだったらしいんだよ。プジョル、カシージャス、エジミューソンね。プジョルはまあまあ普通に強いらしい。でカシージャス、まあ身長低いからまあ好きな人は引いたらみたいな感じ、うん、でエジミューソンだよ、覚えてる？この人が一番強いんだって。なんかセンターバックで使えばいいんだって、 DMF じゃなくて。なんかマルディーニのパス馬、ドリブル馬バージョンになるらしい。ふざけんなと、コナミ、エジミューソン、コナミ頭おかしくなったんか。なんでこの人が一番の大当たりやねん。渋谷とか行ってさ、その辺の女子高生にバルセロナの選手といえば誰ですかって聞いてこい。エジミューソンいうやついねえから、今までの歴代バルセロナレジェンドでベストイレブン組んでくださいって女子高生とかで聞いてこいよ。エジミューソンアンカーに入れるやついねえから、ふざけんなよ。私はねまたね派遣に行かなきゃいけない。今日ホクホクで派遣お金受け取ってきて、また俺派遣に行かなきゃいけないよ。この時期はねもうあれですよ、年末に向けて交通誘導の仕事ばっかなの。死ぬぞこの寒い時期、これからの時期に交通誘導なんかしたら死ぬぞマジで。どうでもいいや、そんな車の流れとか。こっちにはもうミッキーファンデフェンがいるから、まあなんとかね飲み込むしかないわ。でもまあチャマといえば ちびっこセンターバックとか言ってさ、マテウスとかちびっこでドリブルうまい、パスうまいやつ使ってたでしょ。一番理想のやつやん。サイズもあってディフェンス能力高くて一番理想的なやつや。ベッケンバウアー、 これ育成してないやつかな、あれこれかな、これね、アグレッシブネス69やぞ。スピード瞬発もないし、で ちっちゃいよ181、まあすげえちっちゃいって感じはしないけど、写真見る感じすげえちっちゃそうだし、受けるイメージっていうのがあるやろ。あとはハゲ取る、やっぱハゲ取るね。自分のこの頭皮のラインも守れないやつにゴールライン守れますか、守れませんよ。こうエジミューソンだったかと。コナミはまあマジで考えた方がいいよ、こんなことやってる。ボロボロになっちゃいます。アルミに対して暴力的なガリウム触れた時のダメージでかすぎっていうショート動画見てました、すいません。もう本当にね、みんな怒ってるよ、チャマキッズ。昨日のガチャ動画、わざわざ派遣のさ、マイワーク蒲田店に電話してみんな怒ってるぞ。コメント読んでいきます。タキさん、ガチャの時の音楽が懐かしくていい。うん、まあそうやね。まあでもこの人ぐらいじゃないかな、他みんな怒ってると思うよ。S1 さん、久々に心から笑いました、神動画ありがとうございます。まあまあこんぐらいやろうな。ブリオチャンネル e フットール配信さん、久しぶりにめちゃくちゃ笑った。まあまあこんぐらいでしょ、あとはみんな怒ってんじゃないかな。イブさん、最初の演出でスタジアムの日本戦の光がなかったら確定でショータイムか、見分けられますよ。やがましいわ、どうでもええねん。俺はもう引退しますよ、こんな恥ずかしい人の服を見てゲラゲラ笑って。
恥ずかしいです。こんな人も8万人、まあ、一時期は10万人集めてたとはいえ恥ずかしいですよ。もう、うん、もう辛くて辛くて勝ててません。見てよ、400位だったんだよ。400位で2000、レート2000だよ。コナミに裏切られた、騙されたと思って、誰も信じられなくなって悲しくて泣きながらやってたらモニター見えませんわ。負けて負けて。でこうやってさ、こんなに悲しんでるのにね、こんなに悲しんでるのにな、無慈悲ですよ対戦相手は。で救いを求めたコメント欄もこんな低能ばっかりや、人の気持ちが読めないような、うん、ということで、ウリヘーネス今日は使います。ウリヘーネス見てください。見た今のチェフ、今ので、あ、今のミッキー最高。エジミューソンだったら取れてなかっただろうね。あ、これまずくね。やかましいわー。あー、やかましい、やかましい、やかましい、うん、はいはいはい、あー、やかましい。やっぱストレス発散ですよね。うん、この人はまあ正直何も悪くないんですけど。はい、竹こっちやねー、足速いから。おおおおお、ここここ紫ゲージで出すぞと。竹いや、もう竹が さ活躍すればこの怒りもね収まる。うん、正解だったんだ、竹が最強じゃんっつって。ほらー、え、縦当てると思うやん、ここやねん。で外が気になったら中やねん。で、あ、でもやることなくなったんやね。帰ります、お疲れ様でした。今ビエラの声ね。あー、やかましいな、外やな。でここウリヘーネス見てて、ほら、あ、 この速さ、この速さやばくない。ウリヘーネスが当たりだよ。あ、見て、ちょ何してんの。ちょっと今ねウリヘーネスにあっけを 焦ってさ、ウリヘーネスが速すぎて、え、もう中央センターバック1枚しかいなかったよ。速いからこそここ食いついてくるよね。誰、マルディーニ、わらーわらーわらただパス下手だから、やっぱチクチク言葉ですよ、イライラ。いや、コナミはね、分かった、コナミはね、イライラさせて俺たちを、その発散をね、イフトでやらせようとしよう。あ、遅っ、ウリヘーネスの偽物さん遅っ。見た目が似てるから足早いんかなと思ったら、はぁー、ベリンガム、はぁー、クボ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 、ダイナマイス、よっしゃー、強すぎ、チャラ君コンピューターペペ、昨日のガチャの大当たりはクボ、よし、ウリヘーネス行こう。おー、やかましいなこれ、縦ここ行けるから、ウリヘーネス最強。もうだから最強はルンメニゲの偽物じゃないよ、ウリヘーネスの偽物なんかに負けないよ。ウリヘーネスが最強ですから。ウリヘーネスこっから追いつくんじゃない、こっからこっから追いつくんじゃない、ウリヘーネス待てーっつって、これ最後ゴール前でウリヘーネス、あ、くそー、ウリヘーネスが追いついて取るよって、ウリヘーネスに出した、ちょ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 、はい、ウリヘーネスに出そう、ウリヘーネス出すために、あ、ウリヘーネス、クボ、オッケーオッケーオッケー、久保とメッシ、いい動きだ。あ、これメッシ遅いよ、メッシ遅い、あ、早いな、やば、終わってるやんねえ。取れた、足取れた、もしかして今の蹴った瞬間に足取れてんだったらいいけど、あ、取れてないんだったらあんな軌道にはならないよ。はあ、気持ちいいですね、やっぱストレスってガソリンになるんですね。ただね、ウリヘーネス、逆足頻度は高いけど精度が低いんですよ。いないでしょ、そんな面白ステータスのやつ。いっぱい使うのに全然上手くならなかったってことだから、そんな面白ステータスのやついないからさ。ちょっとドリブルも、あはあ、わらわら、はい、富安、トミヤス、はい、ゴーゴー、トミヤス、トミヤス、あれもう遠く、どっち、そっち走ってる、ウリヘーネスの偽物が走ってる、はい、なんかね、そっちのウリヘーネスの偽物さんはこんな雑魚なのに、ウリヘーネスの偽物って言われるぐらいこんな雑魚なのに、なんかバイエルンの現会長されてるみたいで、なんか政治でのし上がったんですね。なんか汚い政治でのし上がったんでしょうね、こんなに雑魚なのに。ウリヘーネスが本物や、中行く、インパクトだったら、はい、はい、ウリヘーネス、あ、
セントラルでウリヘネここどうすんの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 ここいけるからウリヘネス最強シュートダメなんてシュートダメなんてねうんあちょっと待って大事ちょっと面白いのを見つけましたはいパウロ・マルディーニねエジミューソンを評価するときにねあのマルディーニより強いみたいな言葉を使う人が結構いるんですよムカついてますよ絶好調仕上げてきてる行こうよでこれウリヘーネスでコネコネやってうわーってなるじゃんでももうさすがにちょっと慣れてきてるからドリブルと見せかけてメッシでメッシからの横パスでバティストゥータがズドンこれですこれで後半100点は取るでしょう、うん、これでしょあバディストゥータコーナーキックでよくやるやつね、うん、角度ないとこだったらいくらでもできますからあ縦と見せかけてなんかあもうなんかダッシュが効かなくなったでもビエラぐらいだったらダメだ今ずっとねあのずっと方向転換しようとしてたけどもう動かなかった言うこと聞かなくなったわあれちょっともしかして俺がさウリヘーネスを活躍させすぎてあの自我を持っちゃったかも、うん、イケイケになっちゃってるかも、うん、調子乗ってるって感じ登録者5万人ぐらいの YouTuber 一番調子乗ってるからあいつら登録者5万人ぐらいのやつがウェイって50万人いきますって逆にね100万人の人とかねもうあまあいえいえそんな僕なんてみたいな感じもう気持ち よく並んでいいんだよねああ5万人ぐらいが一番調子乗ってるはいマルディーニあっいらないエジミューソンなんていらないあーよかったですねこんな感じであなんかもう試合が終わればノーサイドありがとうございましたマンチェスターユナイテッドの皆さんありがとうございましたただ心残りなのはちょっとベリンガムうんベリンガムだけはちょっとなんとかして輝かしたいんだけどまあ、褒め変えるほどでもないっていうのが残念なお知らせですよね。そうだからコナミさん早くもう謝罪としてシャマをこんなに怒らせた謝罪としてポジション変更っていうかポジションの薄いポジションの適正のところを本適正にするスキルなんだっけポジショントレーナーだっけ昔あったやつあれまた出してくださいもう今日はもうコメント欄シャマこんなにかわいそうだかわいそうだで溢れると思いますこんなに怒ってたんだね気づけなくてごめんねみたいなまあまあそういうのが来たら許したいと思います皆さんのことをねはいということで終わりにしたいと思います以上です。